関西電力美浜原発3号機は老朽化が進み安全性に問題があるとして住民が運転の差し止めを求めた裁判で大阪地裁は住民の申し立てを退け差し止めを認めない決定をしました。この裁判は運転期間が40年を超えて国内で唯一稼働している関西電力美浜原発3号機についておよそ10キロから80キロ圏内の福井、滋賀、京都の3府県の住民9人が関西電力に運転の差し止めを求めたもので40年を超える原発の安全性に対して初めての司法の判断となりました。大阪地裁は今日の裁判で関西電力の経年劣化対策に不合理な点はないと判断した上で発電所の耐震安全性に問題があるとは認められないとして住民の申し立てを退け差し止めを認めない決定を出しました。司法の役割を放棄したに等しい決定に我々は強く抗議する。今後も戦い続けるものである。